はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、キアリです。今回はファイアーエンブレムスをやっていきたいと思います。今回は第6章白夜の王女やっていきましょう。なんか分岐ルートありますね。なんか9章になりますけど、ティアモとは別行動か。ペガサスに乗せてもらおうと思ってたのにな。おや、ご存知ないのですか？ペガサスは男性を嫌うので乗せることは滅多にないのですよ。あ、そうなんだ。なんだって？それって俺はペガサスナイトにはなれないってことじゃん。そうなりますね。ですが馬に乗り戦場を駆ける騎士でも良いではありませんか？そうですね。馬か。実は馬に乗るの苦手なんだよな。苦手？それではペガサスに乗るなど最初から無理だったのでは？騎士になるための最大の障壁だぜ。って、あれは誰だ？どうしましょう。あら、見つかってしまいました。サクラちゃん。お前、大丈夫か？ありがとうございます。助けてくださったのですね。はい。無事みたいだな。安心したぜ。まだ敵がいるかもしれない。しばらく俺たちと一緒にいたらどうだ？はい、ありがとうございます。あのよろしければお名前を。みんな、何か飛んでくる。おお、あれはルフレ。お前、サクラ、無事か？あ、今助けてやるぞ。白昼堂々我が妹を連れ去ろうとはもはや命はないと思え。誤解だ。俺たちは助けただけで。聞く耳を持たないみたいだよ。今は戦って身を守るしかなさそうだね。君も聞けよ話。はい、まあちょっと なんだって言われた。はい、はいって。どうしましょうか。どうしましょうか。ファルシオ、これはもうつけてるんだよね。他のキャラクターの専用武器なんだって。希少素材増加、これでいっか。でクロムとルフレ、ルフレ。あ、はい、ヒレデレク、ヒレデレク、フレデレクだ、はい、すいません、ヒレデレクって呼んじゃった。いかがなさいますか？いかがなさいますか。これ星5ついてますね。これつけとこう。じゃあ行きましょう。よろしいですか？配置はもう、はい。お、任せろ。はい、はいはい、承知しました。よし、これでいこう。よろしいですか？よし、行きましょう。さあ、リーズ使ってみますか。熱っ。お、はっ、ペガサスやん、この子。サクラをかどわかすという許しがたい蛮行。はい、メイドで食いるがいい。メイドで食いるがいい。はい、こちらに向かって白夜の天魔武者が。動きを止めないと進軍は難しいかと、はい、ミッション開始です。オッケー。逃がさないで。くそ、崖があるせいで戦いづらいぜ。あのどこからか龍脈の力を感じます。はい、その力を使えば地形を変えられるかも。話を聞いてくれ。
地形が変化。とにかく相手の進軍を眠らせなくては。砦を落として形成しましょう。ミッション開始です。この状況では応戦するしかないね。サクラという子は本拠地にいてもらおう。誤解されたままサクラを連れ去られないよう本拠地もしっかり守る必要がある。はーい、いいですか。かかっ、お、なんか通れるようになりましたね。はい、本当に地形が変わった。これで崖を渡れそうだ。入滅の力が眠る砦は他にもあるはずです。はい、運命を変える。して先に進み、覚悟はいいな。流脈を使えるのか。だがこの程度では私に近づけんぞ。報告します。お宝先当たっ、参ります。ミッション成功です。よし、敵を撃退できたぞ。はい、待って、天魔武者を破るとは敵も侮れんようだな。敵の増援です。開門しました。さあ、ひるむな、締め。初めて使いますけども、早く日の金様にお会いして誤解を解かないと。行きますよ。ですが、彼女が聞く耳を持たない限り、はい、戦いは避けられそうにありません。ミッション開始です。火の顔激痩せよ。よっしゃ、あの崖さえ越えられれば彼女の元にたどり着けるんだけど。さっきの龍脈ってやつを使えばいけるんじゃないのか。龍脈、はい、まずは龍脈の力を感じるあの砦を制圧してください。通れるようになりましたね。とりあえずちょっとここで撃っといて、全力で参ります。全力で参ります。ミッション成功です。ここで敵の進軍が鈍るはずです。報告します。はい、行こう。このままでは、あ、でもここから進めないんじゃ。敵に囲まれている。救援に向かおう。ミッション開始です。このままでは攻めきれそうにないな。おい、援軍を呼んできてくれ。よっしゃ、任せろ。あ、承知しました。こっちか。敵の増援です。戦から外れていますね。参ります。もしや増援の要請では。よっしゃ、任せろ。止めましょう。ミッション開始です。がすごいミッションだな。制圧しました。ちょっと待って、情報ミッション知らん。阻止し、待てよ、騎馬武者、OK。制圧しました。やりましたね。これ降りてくる。急いでください。こいつはやばいな。あれ、降りてこない。降りてきた。あいつ降りてきてる。報告します。やはり奴隷を呼ぼうとしているようです。この城の前に止めなければ。急いでください。
待って、制圧しました。待ちなさい。よし、運命を変えます。はい、やるしかありませんね。いやミッション成功です。よかった、危ないところでしたね。ですが、これで敵の増援は防げました。やりましたね。いやーすごいな、本当に。報告します。俺に任せろ。参ります。白夜の人たちが本拠地に。私どうしたらいいですか。どうした、おじけづいたか。さくらを取り戻すまで容赦はしないぞ。この仮面様を止めなければ戦いがさらに激しくなってしまいます。急いでください。ミッション成功です。あとは助かりました。ミッション一覧。あ、遅かったか。よろしければこれをお持ちください。あ、助けれたんだ。やりましたね。よかったよかった、助けれたんならよかった。報告します。よし、報告します。はい、いやーこれはすごい。最高。それで形勢は一気に僕らに傾くよ。はい、ミッション開始です。すべての砦を制圧して通れるようになりましたね。倒します。また足場が。しつこい奴らめ。おいあんた、ちょっとは俺たちの話を聞いてくれよ。はいはい、よっしゃ、また。何を言う、人さらいどもと話すことなどない。ミッション成功です。OK、よっしゃ、任せろ。あとは敵の本拠地だけだな。よし、一気に勝負をかけるぞ。さあさあさあ、通れるようになりましたね。さあ宝箱をとりあえず。危機です、守りましょう。待て、行こう。買いに行きましょう。さーて、始めちゃうわよ。とりあえずここ制圧して。制圧しました。よしよしよし、こんなにも強くなる。フレデリク大活躍だね。そろそろクマ肉も克服できるんじゃないか。関係なくね。行こうぜ。アンナさん、いらっしゃいませ。よし、無事に買えました。アンナの記憶、オッケー。はい、またのご来店を。またのご来店を。ここよ。
れこっから行けないんだ。よっしゃ任せろ。こっちか。俺に任せろ。参ります。参ります。行きます。よっしゃ任せろ。こっから通れるよね。あれ通れるんだっけ。こっち、あ、行けるよ。オッケーオッケーオッケー。ヒノカ、とりあえずヒノカのところ行きつつ、おお、かっこいい。ラギナタじゃん。ちょっと和風の。白夜にあだなす者は撃つ。うん、悪いやつじゃなさそうだけど。はい。仕方ないよな。話は戦い。準備はいいぜ。やるぜ。オッケー。倒しきれてない。オッケー、行こう。宝箱行こう。宝箱行こうぜ。あったあったあった。ほい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 。俺に任せろ。参ります。とりあえずこいつにしよう。こいつって言っちゃ悪いけど。名前何だったっけ。フレデリック。はい、名前をね覚えられないね、男なんてね。いけないんですけど。さあ勝負だ。ヒノカ、いざ尋常に勝負だ。我が主のために。全力で参ります。お、もうちょい。ミッション成功です。やりました。サクラを救えないとは。ヒノカ姉様、違うんです。この人たちは私を助けてくれたんです。なんだって。本当なのか。勘違いをしていてすまなかった。はい、クリア。主君を守るためにはこの程度は。なんだ。当選です。何それ、何の糞ですかそれ。皆様をお守りすることができたようですね。お、鉄の弓、鉄の剣。はい、スカウト HP。 お、使用できる回数が少ない。なるほど。めっちゃありそう。これからも力を。これもやり込み要素ですね。というものでしょうか。お前との君のこと、もっと理解できるようになったみたいだ。おお、めっちゃ上がるよ。お前との絆は、これが絆というものでしょうか。はい。よろしくお願いします。よろしく頼む。おお。やったぜ。フリーモード。あ、これはフリーになっちゃう、なるんですね。そういうことですね。はーい。で、まあ、これは続きからですね。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。